言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今ね20時3分ぐらいなんですけどもね、BE:FIRST メインストリームが1596万回視聴回数飛んで771位回数になっておりまして、BMSG フェスがやってて1600万回いけるかどうかっていう感じの、まあ今日中にはいけるでしょうけどね、21時までにいければいいななんつって思って、なかなかねそういうところもあるんですよね。やっぱりね、2000万回 M ステまでに行きたいんですけど、29日なんで、今日中に1600万飛んでちょっと上の方に行っといた方が、100万回視聴回数っていうのがちょっとね、1週目も終わって急上昇も1から今3位まで下がって、この結果っていうのはやっぱりね、もろもろあってね、だからそういうのもあって、なるべく貯金をしておきたいというところの話がありますが、この動画上げてるタイミングがいつになってるかわかんないんですけどね、とりあえずまあ、BMST フェスの2日目、まだこの段階じゃ終わってなくて、もしかしたら何かでかい発表があるかもしれないから、そしたらそっちの方を上げることになるし、そしたらこの動画は時間をずらして上げることになるかもしれませんが、この動画撮ってる段階ではまだ、BMST フェスの2日目東京終わっておりません。でも今回はね、ソータ君特集といいますか、前もやりましたが、島尾家特集みたいな感じになりますね。ソータ君の妹さん、島尾小夏ちゃんの主演映画、内村さんも出てまして、ムロツヨシさんとか、松重豊さんとかも出てまして、ね、飯尾さんも出てました、お笑いコンビのね、っていうのがあるんですけど、そちら、ね、見てきたんですよ。まあ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 、そちらの話もしたいんですね。感想を述べたいと思いまして、そうだな、リンク貼っておきますんで、前回同様に、ぜひね、小夏ちゃんの映画見に行かれることができる方は行ってみればいかがかなと思ったりしました。はい。はい。あと、お声かけていただいた方ありがとうございました。なかなかね、びっくりしましたけど、帽子かぶってなくてもわかるもんですね。はい。という感じでございますね。はい。はい。でですね、まあ今回ね、島尾家特集みたいな感じになっちゃうんですけども、そうたくんの話もね、もろもろ含めて話をしたいなっていう感じでございます。で、そうだな、まずね、でも、小夏ちゃんの映画の感想を言いましょう。見てきたんでね、池袋のシネマロサで見てきまして、結構池袋久々に行ったんで、だいぶギリギリに着きましてね、迷いましたわ。池袋って迷うよね、迷うんすよ、池袋。うん。で、ショートムービーといって、まあ、50分ぐらいの映画で、まあ、でもショートムービーといっても50分ぐらいだからなかなかのもんでね。で、ちょっと、失念していたんですけど、吉川光太君いましたね。なんだろう、ヒロイン役じゃないわ、なんつったらいいんだろう、よく、映画とかドラマでいる、イケメン枠の方で、はい、いました。あの子、00出てましたよね。0年0組、アブちゃんの教室、竜宮城の、オーディション番組、ね。いや、そう、前ね、知ってたんだけど、忘れてました。はい、ということで、ね。そうだと思うんだけど、違ってたらすいません。でも、あの顔は絶対そうよね。うん。なんか、そう、見た時に、テロップまで忘れてて、なんかこの子ダンスやりそうだなーって思ったりしてたら、普通にオーディションで出てる子だったわ、って思って、うん。っていう感じなんですけど、まあ、内容についてはまたね、別個で話すけど、まあね、島小夏ちゃんが主演で、まあ、内村さんがお父さん役だったりとか、で、人吉町ですかね、熊本のね、そちらで全編撮影っていう感じで、なんか本当に地元密着っていう形で商店街とかも出たりとか、地元の方とかの協力なんかもあったりしたんですかね。こうなんていうか、日常を切り取った感じとかもあったりするし、そういう感じで違う人生を生きてる感じがするとか、なんかこう河原というか川のね、川べりの部分だったり、商店街の部分とか、神社とか、そういうところもあったり、そういうのもあったんですけど、まあその震災があって、コロナがあって、水害があってみたいな感じで非常にダメージを受けていて、そこを復興させようっていう、そういう動きとかもありつつの話でもあって、そう、なんかそういうのもあって、非常にこう、あったかい感じの映画でしたね。で、当然その、島尾小夏ちゃんであったりとか、吉川光太くんであったりとか、まあ、学生といいますかね、高校生かな。うん、高校生の子たちが主役の方なんだけど、まあ、やっぱり年代的にもね、どっちかっていうと、まあ、内村さんであったりとか、松重さんであったりとか、室さんであったりとか、飯尾さんであったりとか、そちらの、おじさんたちの方のね、考え方の方に、こうなんか、うん、シンパシー感じるというか、フィールするところが多いといいますか。うん、まあ、復興っていうところで、まあそうだな、あんまり大した話じゃないから言っても平気だろう。ムロツヨシさんがね、出てきたシーンがあって、なんだろう、なんかね、すごく、まあセリフとしては、そんなにこう、インパクトのあるセリフではないのかもしれないんだけど、ムロツヨシさんの演技力の
なんか賜物なのか、なんかすごく実感がこもってて、なんか心にグッときたものがあったんですが、私がやっても真似できないけど、なんか戻ってきましたねっていう風に、内村さんの役のやってる人にね言うんですよ。岡部さんっていう言うんですけど、なんかそれが本当に、なんだろうな、あれフィクションなのに、やっぱり室さんがその言葉で本当にこの室さんがやっているこの人は人吉町にいて、そこでなんかそういういろんな災害とかをくぐり抜けてきて、その実感が本当にあって、本当にそう思ってるんだろうなっていうふうに思ってしまうっていうか、まあそうですね、やっぱりね、内村さんもそうだけど、松重さんとか室さんとかの演技力のね、すごい俳優さんたちが、まあシーンとしてはそんなに多くないんだけど、やっぱりすごくインパクトありましたね。っていう部分と、あとそのダンス部なんだけど、まあ島岡夏ちゃんがエースみたいな感じで、まあダンスうめえなと普通にうめえなと、やべえなと、ね、制服着てるんですよ。カナブーンの動画を見たことはありますけど、やっぱりダンスするときはダンスするときなりの衣装といいますか、コスチュームといいますか、服あるじゃないですか。制服でそのまま踊るっていうのはなかなか大変だと思うんだけど、なんか全然そんなことはなく普通に踊ってますね。で、まあ役も演じているから、多分普段の小夏ちゃんのキャラクターではないのかもしれないんだけれども、でもなんか踊るときは本当に当たり前だけど、別人っていうのかな、あの役の中でのキャラクターがあって、その中で別人っていう感じになるなと思ったりもしたし、なんか青春の甘酸っぱい思い出みたいなところとかもね、感じながら、なんかそういうところもあってね、まあ本当に短い時間で見れるし、良かったですよ。まあ特にね、まあ、そうたくんの妹さんっていうところもあって、でもその、なんだろうな、バフはかかっているが、フィルターかかっているかもしんないと思ったけど、ただ、全然そういうのを抜きにしても、普通にこう、青春群像劇としても面白かったし、なんかさっきの室さんの話とか、松重さんもいい役をやっててね、なんか実感こもってるというか、なんかいろんな人生があるなっていうのを感じさせますね。やっぱ映画っていうのはね、なかなか私も BE:FIRST の映画ね、見に行って、BE:THEONE見に行ったところありましたけど、なかなか映画をね、見る機会っていうのも少なくなってて、たまにやっぱり見るといいですね。はい。なんで、ぜひ、島岡夏ちゃん主演の映画ですけど、まあ、お近くで見られる方、よかったら見ていただければと思います。はい、とても良かったです。いずれどっかでね、まあ、コメントでもいただきましたけど、Hulu とか、Netflix とか、動画配信サイトとかで、月額のサブスクで、ね、放映するといいですね。なんか、普通に、みんな見そうな気がするな。特に、ベスティが。っていう感じがする。ベスティーザストミンがね、まあ、何しろあのソータくんがね、僕が努力型で妹が天才って言ったようなそんな子ですか、ございますからね。あ、もちろんなんかね、ソータくんの妹だなっていう感じで、顔つきとかそういった部分もなんか共通点というか、ちょっと島尾家の人だって思いました。島尾家の人を知ってるわけじゃないんだが、はい、ということで、まあその話をしまして、あとね、ソータくんの話なんですけど、千葉の方のベイ FM かな、そちらのラジオに出た時の話で、結構、ソータくんを掘り下げる感じ のラジオがあったんですね。で、その時に、まあ、有名な話ですけど、ソータくんがダンサーから、まあ、言ってみればミュージシャンを目指した、アーティストを目指した時に、ブルーノ・マーズがあって、いて、急にハマって、これを歌わないとなって思ったらしいって話。そう。思ったらしいんですけど。で、結局、ソータくん自身も、ダンサーとしての夢っていうのが、もともとやっぱりあったわけで、ただね、幼い頃というか、ね、今も若いけど、さらに若い頃に、世界大会4回優勝っていう、まあ、言ってみれば、目標っていうか、もともとのダンサーの夢っていうのは、すでに叶っていたっていうことだったわけですよね。それもすごいことだけど、でも何なんでしょうね。私たちには到底わかんないことだけど、その10代の頃に自分の夢っていうのが叶ってしまったっていうところの部分って、どういう気持ちになるのかってやっぱりわかんないですよね。で、新たな夢を追い求めてっていうね、グレートフルペインの楽曲のね、ソータくんの歌詞を思い浮かべますけどね、新たな夢を追い求めてっていうあれですけどね。そうで、結局ダンサーにすでにその時にもうソータくん自身の夢っていうものが、目標っていうものがあまりなかったって話をしてて、だから、まあ、ミュージシャンっていうか、まあ、そういう目指したことになったっていうところで、で、ザ・ファーストの話もしてまして、
まあ、個人審査がなくてグループ審査だけだったし、最後誰と戦うっていうところでスカイハイ社長が俺と戦えっていうね、それかっこいいって話で、俺と戦えってなんかナルトのサスケを思い出すな。うん、俺と戦えって言ったかどうかは覚えてないけどね。スカイハイって言って空洞が破ったんですよね、確かね。懐かしいな。もう一回雑草見たくなるね。はい。そう。で、お母様の呼び方の遍歴っていうものがあって、まあ、もともとはダンス始める前はママって呼んでたというところで、で、少林寺拳法やったりとか、いろいろやったりとかしてたけど、ダンサーを、なんていうか、まあ、少林寺拳法やったり、サッカーやったりとかしてたけど、お母様はね、なんていうか、ソータ君をダンサーにしたくはなかったらしいですね。うん。その流れの話ってね、実はなんか、小夏ちゃんの主演の映画でもね、その件に似てる話があるんで、そこももし映画見る方楽しみにしていただきたいんですけど、まあ、お母様はソータ君をダンサーにしたくはなかったらしいんですけど、でもなんか、結局常に、まあ、ソータ君のお母様は現役のダンサーで、今も講師やってらっしゃいますから、まあ、保育園とかに、連れていくんじゃなくて、ダンス教室にソータ君連れて行って、ダンスフロアでソータ君、幼いソータ君が待っていたというところでございまして、だからずっとダンスを見て育ったっていうことなんですよね。で、まあ、結局ダンサーをいざ目指すっていうことになると、急にお母様厳しくなったっていう話で、それまでそのママって呼ぶんじゃなくて、まあ、家でも先生呼びになったっていう、やっち先生でしたっけ、うん、先生呼びになったっていうところ、うん、があって、で今はマミーって呼んでるっていうね。だからママから先生、マミーっていう遍歴っていうと言葉合ってないかな、そういうのがあって、今はだから親友みたいな感じらしいですね。そういう、まあなかなか私たちには想像のしづらいね、母親と息子の関係性ではあるけどね。うん、まあ同業者みたいな感じになったと。つまり、ソータ君が言ってみればダンス講師を、10代の頃に、まあ講師になった時期があったと。で、その時に、まあちょっとまた関係性が変わって、まあ先生呼びから、まあ先生呼びからそこの段階では何だったか。でもそこもまだ先生呼びなのかな。うん。っていう感じで、今ではマミーって呼んだらしいですけど、まあ、うん。まあ17歳で、まあダンス講師ソータ君がなって、まあそれも普通に言ってるけどすげえ話だけどね。うん。まあ、JO1 の豆原一成君とかもそうだったよね。で、同僚みたいな感じになったと。お母様とね。で、なんか、ただ今更ママって呼ぶのは恥ずかしいから、マミーって呼んだっつって。うん。そしたらね、いいね、マミーって言われて、私がね、60歳になってもマミーって呼んでねっつったらしいです。はい。ね、いい関係性でございますね。っていうことと、でもね、ソータ君もダンスが嫌いだった時期があるって話もしてて、中学校時代はダンスが大嫌いだったって話ですね。結局、厳しすぎたからっていうところで、でも多分その中でもその小夏ちゃんもねいたんでしょうし、ダンスもやっていたのかもしれないし、いろいろとねそこの中でもあったのかもしれない。でもダンス大嫌いになっちゃったけど、結局そのダンスをやって乗り越えて感動する瞬間っていうのがところどころにあるから、それを知ってたからダンス続けられたって話もしてました。それがね、まあ結局今メインストリームのコレオもね、レイナさんと一緒にやってくれたけど、あんな素晴らしいものが出来上がってるし、そもそも BE:FIRST のダンスのスキルの素晴らしさはね、もちろんソータ君がいないとね、それはないわけだから、素晴らしいことだと思いますよ。はい。で、お母様 THEFIRST の時は、まあ応援をしてくれたって話もしてましたね。うん。まあ、そういう感じで非常に良い関係性だなと思ったりもします。で、メインストリームの話もちょっとしてたんですけど、まあ、フォースシングル作るってなった時に、まあ、7人でみんなで話をしてたけど、まあ、まずね、ソータ君が提案した曲らしいです。そのメインストリーム的な、そういうので、それ7人ですり合わせていって、で、そういう風にやってったっていう。で、みんな7人がそれぞれやりたいことがあって、で、その中で一致したところで、表題としてヒップホップチューンをやるっていうことの意味をスカイハイに提案しに行ったっていう話で、でもスカイハイも忙しくて全然捕まんなかったらしいので、当時ちょうど韓国で撮影をしていたけど、社長も忙しくてなかなか捕まんないんで、ホテルの会議室に呼び出してその件プレゼンしたっていう。で、7人でプレゼンしてめちゃくちゃ話をして、それはちょっとっていうのもあったし、それはいいねっていうのもあったし、そういう風に話し、これからの BE:FIRST のことも含めて話したっていうことを言ってましたね。はい。だからまあこれからの BE:FIRST のことっていうことだから、まあつまり、まあアリーナツアーやりますけど、ドームツアーだったり海外だったりとか、そういう流れになっていくんすかね。っていうことかもしれない。っていうことですね。はい。まあそういう感じで、
まあ、そうたくんもね、ダンスが嫌いだった時期もあったということもあるし、お母様の呼び方遍歴も変わっていたというのもあるし、で、おそらくはそこに島尾小夏っていう妹、天才の妹もいたから、もろもろいろんなところのことを思っていたんだろうなっていうところでございましたね。これは全部ジェネツエという、ジェネツエという、ラジオでね、やってましたんで、はい、これはちゃんとラジオで言ってたことだから大丈夫です。はい。まあね、なかなか BMSG フェスもあったし、メインストリームのね、1週目の最中だったからね、なかなかこの内容を動画にするっていうタイミングはなかったけど、まあ逆にね、その後で島尾小夏ちゃんの映画のことを知ったから、ここでね、島尾系特集みたいな感じで話ができたんで、逆に良かったかもしれない、っていう感じでございました。はい、ソータファンの皆さんには、というか、ソータファンには特にね、いい感じの話がいっぱいあって、ほっこりすると思います。まあ、ほっこり、まあでもね、厳しかったって話とか、もろもろほっこりできない話もあるかもしれないけどね。でもまあ、プロというのはそういうもんですよね。そこで厳しくしてくれたから、今のソータくんがいるわけだからね。ありがとうございますと、お母様というところでしょう。はい。では、私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。では、失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。